トイレとシャワールーム行く前に、控室の前で少し立ち話をしましたけど、まだちょっと少し聞いちゃってる感じ、放心状態、それは現実を受け止めきれてないのか、少し記憶が飛んでる、意識が飛んでるのか、ちょっとわからないですけども、二言三言言葉を交わして、一回とにかく休めと。で、また、時間を置いて話そうっていうような感じの会話をしたんですけど、本人がどこまでそれを分かりました、じゃあお願いしますって感じでもなく、ちょっと、どこまでその言葉が理解してもらえてるかな。ただ、周りには会とかみんなもいたんで、とにかくしっかり支えようねっていうような話をした次第です。